シークワーサーっていうのは沖縄だけの言い方なのか。俺なんかそんな気もしてきたな。そんな気がしてきた。だってゴーヤだって苦織りっていうっしょ。でも沖縄だとゴーヤっていうっしょ。なんかそういうあれなのかな。ソーキそばも食ってると、あれこれうどんかなって思う時もたまにあるんですよ。まあ麺が全然違うけども、なんかこうスープは同じなんですね、作ってると。なんかこうかつおだしだとこれなんかうどんっぽいなって思う時もあるね。うわうまい、うまい。俺今まで冷やして飲んでなかったのはちょっと後悔してるぐらい、ちょっとうまいね。やっぱ冷たいとうまいね。今までそんな冷たくなかったんでしょうね、きっとね。冷たくないっていう、まあ普通に冷たいんですけど、こんなギンギンに冷たくないね。あと1ヶ月か。あとまあ、2ヶ月か。筋トレね。どうなることや。あのね、体重は増えてはいるんですけど、増えて、一個止まってる感じですね。60いって6かな。筋肉も止まってんすよね。50、52から53、行ったり来たり行ったり来たりしてる。謎ですね、本当に。すごかったな、争いが。やろめの争いがすごかったですよ。あのね、こう子持ちの子がいるんですよね。ちょっと名前つけてないんですけど、黒い子でね。子持ちの子が、子持ちの子がいて、で、その子のお腹がもうまん丸で、なんかおっぱいも大きくなってきてるんですね。だからちょっとご飯食べさせたいじゃん。なんかこう赤ちゃんもね、なんかこう元気産んで美味しいし。でなんかこうさ、ネットで調べたら、まあ本当かどうかわかんない、ネット上本当なんか当てにならないなと思うことも今日なんかいくつかあったんですけど、まあそれは置いといて、なんつうの、子猫の、子猫がその生存率みたいなのを書いたんですね。まあ誰かが書いてるやつなんですけど、本当かどうかわかんないよ。嘘かもしんないし、適当かもしんない。子猫の生存率は50%みたいなことを書いてて、なんかこう病気で死んだり、ってする、その確率がそれぐらいだって、本当かいみたいな。いや、本当ね、いや、まあ、それが本当かどうかわかんないけども。で、なんか野良猫の寿命は2、3年とか書いてるんですね。書いてるけども、普通に10年ぐらい生きてるんで、ここの辺でバンバン見てるんですよ。まあ、この辺だけなのかわかんないけども、いや、2、3年はなくないみたいな、なんか、間違った情報じゃないのって俺は思ったりもしたけども、まあ、わかんないよね。統計を取った人がいるのかもしれないし、でも、2、3年かなみたいな。まあ、まあ、それがほ、ね、あ、本当かどうかわかんないから、それが、嘘かどうか、適当かどうかっていうのも、まあ、実際わかんないけどね。で、そのお腹がこう大きくなってる黒い子がいるわけですよ。で、その子がね、その子にこう、まずご飯をこうキララに食べさせて、まあ、キララ君も結構ほら、もう甘えん坊ちゃんに俺がもう育ってしまったせいで、
好き嫌いが激しいわけですよね。まあ、それでこう、甘えん坊ちゃんのキララちゃんが残したものをミックスしてあげるんですよ、スーちゃんに。スーちゃんはいつもこう、一番乗りで待ってるわけね。で、やっぱ子猫だからみや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 来んじゃないですか。で、スーちゃんに、これぐらいがいいね。この1人前作れるぐらいで、そのなんかちっちゃいの18個で、これ1回で終わりじゃないですか。1個作れるぐらいがいい。2個もし作れたら2杯飲みそうでしょう。1回作ったらもう飲まないでしょ、これで。これぐらいがいいね。いや、それで、こう、大体食べないで、ちょっと残す、ちょっとですか、結構残したりもするんですけど、それをこうちょこ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 食べさせるんですけどね。で、残ったものをこう集めといて、スーちゃんに渡すんです。で、スーちゃんもこう食べるでしょ。食べたら、残すでしょ。残すんですよ。最近あいつもなんかグルメになってきて。で、残して、残したものにちょっと何か渡して混ぜて、量を増して、その黒い、お腹が、赤ちゃんがいる、ここに食べさせてたんですね。そしたら、ちょ、びっくり。したらね、なんかこう、近所の猫、人んちの猫がもう来るんですよ、匂いで。近づいてきて。ぐん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 来て、うーってうなり出したの、その黒い子が。その白い子に向かって。で、俺ずっと見てたんですよ。あ、これやばいかな。止めた方がいいのかなってこうずっと見たら、黒い子が威嚇しながら食べてるんですよ。威嚇して食べて、威嚇して食べてみたいな。でも白い子も食べたいわけですよ。食べたいけども、黒い子がいるから食べれないわけ。で、おっと、ちょっとこれは収まったぞって思って、ずっと見てたら、いきなり白い子がこう手を出しそうになった。ガッ、その瞬間に黒い子が逃げ出した。逃げ出したらその白い子が追っかけていったんですよ。うわーっつって。で、そうですね、3メートルぐらい離れたところでもう黒もこんななってるわけ。こう、ちょ、クーって。白い子もクーってなって。うお、これはやばいぞと思って止めに入ろうとして、俺が近づいたら2人とも、うわー逃げてって、また5メートルぐらい先から逃げて、そこでまたクククククってやってるんですよ。うわ、ちょっとこれやばいぞ、この喧嘩と、なんかもう本当もううなり声出して泣いたらね。止めれなかった、それは。もう人の敷地内でやってたから、人の敷地内はもう入りたくないじゃないですか。だから、ああ、止めたいけど、ちょっとこれは止めれんなと思ってたら、来たってやんだね。昨日かな、今日の朝もやらなかったんですよ。今日の朝はね、パンちゃんがね、スーちゃんいじめるんですよ、しょっちゅう。ね、いじめるレベルはちょっとひどいんですよ。もう本気なんですよ。その子、遊ぶとかじゃなくて、本気で、もう、見るからに本気なんです。もうなんかもう、嫌ってる感じがしてて。で、まあ、もともとね、パンちゃんの、まあほら、なんていうの、縄張りの一つでもあったわけよ、ここはね。おそらく。もうみんながほら、このうろうろしてたから。だから、彼らたちの縄張りでもあったんだけど、そこにスーちゃんが後々現れてね。まあ、スーちゃんがこう来て、それが、あれなのかわかんないけども。で、スーちゃんに、なんかこう、いきなりこう、俺がこう、下にいたら、外の庭でこう作業してたら、うわーって声が聞くの。その声で俺、すぐ、スーちゃんの声だって気づいたんですよ。えっと思ったら2階見たら2階のところでもう、2人ともこう絡み合って、もう風林火山ですよ。うわーって。で、スーちゃんギヤー泣いてるし、もうその瞬間右手に持ってたの、じょうろをポリ投げて、もう、やばいと思って掘り投げて、なんか水あげたんです、何かに。
で、掘り投げ、ダッシュで階段登って、やめろやめんかいっつって、叩いてないですよ。もう俺が近づいても逃げてったから、二人もやめんかいっつって、ブワーって二人も散ってって。まあ、これは本当は人間がね、止めることじゃないのかなっていうこともあるよね。一つはね、その猫の社会だし、その上下関係っていうのを見せつけてる、ね、上下関係なのか、こう、力なのか見せつけてることであって、人間がかかっちゃいけないんだろうなって、もうそれもすごい思うんですよ。思うんですけども、ちっちゃいじゃない、子供じゃないですか。まあ、それもね、言い訳だと思うんですよね。でも、なんかこう、かわいそうでね、ちょっともう、ちょっとやめてよと。これが人間のね、こういう感情をいろんなとこに持っていくか、こうダメなんでしょうね。とも思うんです、すごい、俺。最後まで冷たい。氷がもうちょこれがいいのがね、一人前で。ちょうど飲み終わるぐらいに氷がなくなってきてるぐらい。それとね、今これ使ってるこの高校のスマホね、もうバリバリのスマホね、昨日ね、俺たまたまね、バッテリーのなんかこう、なんつうの、残、なんかこう、なんていうクオリティみたいに見るとこあるんじゃないですか。それ見たんですよ。そしたら、50%みたいに出てるんです。それはバッテリーの残量ではなくて、バッテリーの要はクオリティというか、もう50%しか容量がないんですよと。100%入れても50%の能力しか出せませんよね。いや、失礼。ねえ。俺が前買った時なんか80%とかそういうレベルで見れたんで、あれ50%って結構あれ下がってるのはやばいのかなと思って、ネットで調べた。まあこれが本当かどうかわかんないけども、本当かどうかわかんないね。50%はかなり危険だぞみたいなで書いてるんですよ。50%は危険だぞ、50%はかなり変え、もう本当にもうバッテリー変えないといきなり電源が切れたりとかしてデータがなくなりますよみたいな。で、直すならここに申し込みましょうみたいな、なんか結局ビジネスにつながるようなことを書いてるから、まあ、本当かどうかわかんないけど、ちょっとやばいのかなみたいなことを昨日思って、ちょっとあんまり使えないなみたいな。もう基本あんま使ってないんですけど、寝るときとかにネットフリックス見るだけでこれ使ってたり、こうやって動画撮ると、音を撮ってくれるんで、今使ってるこの、クソ重いやつは、まあ、あんま使って、まあ、使ってるっちゃ使ってるんですけど、映画見るときとかは使ってないんですね。ネットフリックスさん。だからこいつだったんですけど、まあ今日からこっちでもいいのかなと思って、これ使うと今バッテリーでしょ。で、なんかバッテリー交換するのになんかネット見てたら、7、8000円ぐらいかかるみたいなこと書いてるんですよね。で、7、8000円って高いじゃん。このスマホに7、8000円かけて、ねえ、みたいな、それはちょっと高いなとか思って、じゃあ使わなきゃいいや、みたいな。ネットフリックス見るのをやめよう、みたいな、これで。で、まあ、こいつの寿命をギリギリ、なんつうの、長く持たせるためには、動画だけを撮る。こうやって。ブログだけを撮って。で、あとは、まあ、いいかな、みたいな。そしたらちょっとマシかな、と思って。ちょうどいいね、氷の量がね。素晴らしい。うん。ちょっと運動の、内容を変えていこう、これから。もっと、なんかこう、なんつうの、こう、今までと違う、こう、持久力を上げたりとかにしていこうと。ごちそうさまでした。
今日ね、ちょっと最後にね、ここにね、この辺に、今ちょっと見え、ここにめっちゃお薬塗ってるんですけど、ここにちょっとね、ポコってなんかこう出てたんですよ。なんかこう、イボじゃないと思うんです。イボとかじゃないんですよ。なんだ、汗もっぽい、なんかわかんない、こう、ポコってしたのが。で、これ、そういうのが、この辺にもあるんですよ。こう髪の中にもあるんです。ここにもちょこ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 あるやつの一部だと俺は思うんですけど、なんか要は汗もが広がって、紫外線を浴びて、なんかそういう部類なのかなって、なんか俺そう思うんですけど、これハワイ行った時にずっと帽子かぶってるでしょ。で、帽子かぶってる時日差しは強いけども、ここだけが点々点でこう通気性が良くなってて、ここだけがいつもこう日焼けしちゃうんですよ。こういうとこが。帽子なんですけど、ここにちょっとちっちゃいメッシュ状になってた。それ分かってたんですけど、やっぱそれがなんか原因だろうな。ここすごいポコポコしてるのがあるんですね。それでなんかこう延長で来てるの、ここの髪の毛がない、ここに、ここってなんか最近的になんか気になってちょこちょこ触ったんですよ。で、あんま見てなかった、そこまでじっくり。で、意識して見た、近くでこうやって見たら、ポコってなってたんで、あっと思って、シャワー入りながら、あんまり考えずに、爪で、その、イボっぽいものを、ーって潰したね、一回。思いっきり潰したんですよ。だから、潰れなかったんです。なかなか強敵だったの。一回、ぐわーって潰して赤くなったんですけど、こんちきしようと思って、いや、待てよ、これってあんま触っちゃいけない系なのかなって、一応思ったの。いや、これって、潰れないぞみたいな、なんかこう皮膚化してんじゃないのみたいな、まあ、この辺がそういうもの、これってあんま触っちゃいけないのかなって思いつつ、うわ、これもし大きくなったら嫌やな、もうこのままだと嫌やなと思いながら、また勢いで、うん、つきしょーって、こうやって、でまた2回戦行って、もぎ取ったそれ、それを。めっちゃ血出た、ほんと、もぎ取って。でもぎ取って、まだ取れてなかったのあって、爪で剥ぎ取ったんですよ、本当に。だめっちゃ血入れたんです、ここに。で、これやっちゃいけないことやっちゃったのかな、とか思いで、でもやっちゃったってたら、もういいや、別に、みたいな。もう、まあ、いいや、みたいな。だからそこまではもうこだわりなかったから。で、一応血入れてるし、もう、なんかこう、もぎ取ったしね。で、あとで、ちゃんとこう、お薬を、どれを塗ろうか迷ったんです。結局これを塗ったというね。このなんかこれね、怪我をした時に塗る薬なんですけど、まあなんか塗り薬系なんかいろいろあるけど、なんか怪我といえばこれかなみたいな、勝手に思って、こう、キュキュキュって塗ってあるんですよ。まあ、今血は止まってるんですけど、さっき血はすげえ出てたんですよ、本当に。だってこう出てるやつを潰してもぎ取ったからね。で、その後爪でガーッと取ったからね。ここです。この辺です。白くなってしょ。お薬塗ってるんです。